ハンクニエは、大韓民国ソウル特別市出身のプロサッカー選手。K リーグ、エバラ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。韓国代表。1998FIFA ワールドカップでプレーしたジネディーヌジタンのプレーに魅了され、サッカーを始めた。高校卒業時には、サッカー選手を志望していたが、声がかからず、高市実大学校に入学。 しかし一年次に湘南ベルマーレからオファーがあり、大学を中退。念願のプロサッカー選手となった。湘南加入後は、ソリマチコウジ監督により守備的ミッドフィールダーにコンバートされ、徐々に頭角を表し、ボランチでコンビを組んだ長木亮太と共に、レギュラーに定着。日本での活躍が評価され、2012年ドンドンオリンピック、韓国代表に選出されたが、 直前の練習試合で負傷し、チョンウヨンに登録変更になった。リハビリを経て、シーズン終盤に復帰し、同年の J1 昇格に貢献した。2013年、挙手に関して、ヨーロッパでのプレーも選択肢にあったが、お金とか名誉とかそういうものは確かに重要ですが、よく考えてみたら、それよりも大切なものがあるということに気がつきました。そういう意味では、来年も、 またベルマーレでプレーすること以外、考えられませんでしたと契約を更新。引き続きレギュラーとして、リーグ戦30試合に出場したが、チームは16位に終わり、J に降格となった。2014年、前年に続き国内外から多数の移籍オファーを受ける中、ブラジル W 杯出場のため日本国内移籍を決意し、J1 カシレイソルへ完全移籍。 2014年8月、カタール SC へ完全一席。2013年3月、2014年 FIFA ワールドカップアジア最終予選のカタール戦にて、韓国代表に初招集される。同7月、東アジアカップ2013の韓国代表にも選ばれた。2014FIFA ワールドカップ本大会の韓国代表にも選ばれ、グループリーグ3試合に先発出場した。 ありがとうございます。